田真由子の大人になる前に特別編。本当に普通の田舎の4姉妹の物語で、三女の満島ひかりさん演じるミキが入院をしていて、ずっと病気がちで入院をしていて、でそこにその他の姉妹がお見舞いに行って、で本当になんか普通の会話を繰り広げていって、その中に、まあ、ちょっとした、笑いだったり、ちょっと切ないところだったり、家族のあったかさだったり、そういういろんな要素がその4人の会話の中にギュッと詰まっている作品です。話し出すとキリがなくなって重たい話になっちゃうんですけど、まあいろいろ失敗談はあって、なんかその例えば撮影で NG を出してしまったその瞬間とかは、ああもう本当にもう消えてなくなりたい、もうこの全部忘れたいって思うんですけど、なんか何年も経ってみると、なんかその時の失敗で今度次今の現場でこう失敗せずに済んだこととかがたくさんあったりして、だから結構そのお仕事の失敗は辛かった記憶はいっぱいあるんですけど、なんか忘れたいっていう風になってる記憶はないかもです。